はい、どうも、和装という方もです。はい。今回も身近な自然ですね。はい。身近な自然というと、まあ、今回は、まあ、こちら、土手の花々、花々ですね。はい。いろいろありますね。まあ、菊の花だったり、ひめ踊り小僧だったり、応援のふぐりさんだったり、はい。こんな感じですね。しばらくは、いや、外の世界に出れないと思いますが、皆様、まあ、におかれましては、まあ、どのように過ごされていますでしょうか。はい。事象は大したこと、事象というか、バスボタは何にもしてないんですけどね。で、今、これは何してるかというと、はい。自然界を撮っております。土手の花々を撮っております。土手の花々ですね。皆さん、というか世の中の人たちは今どうしてるんでしょうね。何があるかな。明日は月曜日ですね。普通の月曜日ですと言いたいんですけど、まだまだ苦しい状況が続いてますね。今日も子供たちに自家公園で遊んでるんでしょうかね。遊んでますね。はい。あら、菜の花が見えてます。暑いですね。まあ、というか、まあ、少しぬるい感じになってまいりましたが、はい、以上です。ご視聴ありがとうございました。以上、丘の土手の上の花々でした。